はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、一人治療院経営を頑張るあなたに向けて有益なコンテンツを送っていけたらなと思っております。今日はですね、 100% の確率で売上100万円到達するための21ステップっていう話をしていきたいなと思います。この話なんですけどね、すごい魔法なのかって言ったらそんなことないです。地道にコツコツやっていかないといけない内容になってます。でもこれをしっかりやっていくことによってしっかりと100万円につながっていくので、ぜひ頑張ってですね、諦めずについてきていただけたらなと思います。で、今日はですね、21ステップのその13なんですけども、広告にかけてる費用、広告にかけている費用、費用の要はこれじゃないな、まあいいや、費用、広告にかけている費用というのをまず把握してみてください。はい、今現在いくらの広告費をどの広告にかけているのかっていうのをしっかりね、書き出してもらいたいんですね。例えば月10万円の広告をかけていますよと。はい、じゃあこの10万円の広告っていうのは一体何にいくらかけているのかっていうのをしっかり書いていただきたいんですね。例えば新聞じゃない、まあ新聞でもいいや、新聞折り込みにいくらいくら、 PPC 広告にいくらいくら、クーポン紙にいくらいくら、いくらかけているのかっていうのをぜひですね、しっかり書き出してみてください。なぜこの作業をしないといけないのかっていうと、広告10万かけてて新規これぐらいなんですよ、じゃあ20万にかけたらいいですねとかじゃなくて、それぞれいくらかけてて、それによって何人来てるのかっていうのをしっかり把握してもらいたいんですね。これをしっかり把握することによって、どこの広告にお金を投資していけばいいのか、逆にどこの広告をこう縮小していかないといけないのかっていうのをですね、しっかり把握することができます。で、それが分かっていないと本当に、なんかもう博打みたいな感じ、ああこんな広告媒体最近流行ってるらしいからこれやろうぜみたいな、 LINE アット今いいらしいから LINE アットしようとか、 Facebook 広告が流行ってるから Facebook 広告しようとか、そんな感じで広告を決めてしまうので、まずはですね、あなたの今の現状ですね、どの広告に対していくらかけているのか、それによって何人来ているのか、それをですね、ぜひ把握するようにしてみてください。まずご自身のね、院の状況というのを細かく、見つめ直していくことっていうのが立て直すためにすごい重要になっていきますので、この作業ですね、ぜひ頑張ってやっていただけたらなと思います。では次回はですね、21ステップの14ですね、14についてお話ししていきたいなと思います。ぜひ頑張って21ステップまでついてきていただけたらなと思います。ではまた会いましょう。さよなら。